ではここで再びポッターさんの登場です。はい、ということでですね、皆様お待たせいたしました。はい、ここでですね、ハマペディア2014年初の生ゲストをお呼びいたしましょう。はい、バカリズムさんでございます。バカリズムさんです。あ、どうも。どうも。歩いて本当にこうやって登場するんですまだ席にもついてない。どうもこんばんは。どうもこんばんは。うわー、なんかいよいよ、いよいよ、この公共の電波でこの二人が喋りますよ、これね。いよいよですね。普段はね、よくね、はい、LINE だとか、そうですね、やり取りしたりだとかね、プライベートでもあったりしてるんですけど、はい。いやー、なんか変な感じですね。そうですね。で、この変な感じも理由があって、はいはい、この隣にいるね、はい、この翔平さん、はいはいはい、これがちょっとややこしいんですよ。そうなんですか。ね、ちょっとまず僕と浜くんの、はいはい、ね、関係性をまず説明する前に、はいはい、まずは翔平さんと、ね、これ翔平さんも偶然なんですけど、はい、僕の映画学校の2校目の先輩であり、まさかの、そして魔石芸能社の、はい、先輩でもあったんですよ、はいはいはい、芸人だったりするから、もう、そうですね、ごちゃごちゃしてるブレるんですよね、ここでね、僕ら二人がね、いやいや、ついにここでね、はいはい、ついに喋る時が来ましたね、とかいう話で行きたい、そこを縦軸に行きたいのに、はい、もう別のなんかわけわかんないの関係性が一個入るから、もう。わけわかんないってなって。ここはここの説明しなきゃいけないから。ね、先輩がいるっていう、はい、同じ部屋に、ね。そうなんです。なかなか、でも本当偶然ですよね。まあそうですね。ね、だって全然、はい、増野さんと僕が知り合ったばっかりの頃に、ええ、僕この間実は知り合ったんすよなんて話を、ほんとたまたま翔平さんにしたら、ええ、なんかあ、そうなんすか、とかって言いながら、ええ、まあ後輩なんですけどね。みたいな。やっと感出してたんですね。言い方、そんな言い方じゃない。天下のバカリズムさんが。いや。そう、だからようやくなんかこう、繋がったというか、今日。なるほどね。そうですね。不思議な気持ちですけど。はい、なんなら昨日まで一緒に旅行してましたから。そうなんですよ。そうなんですよ。いや、もうね。ジェームでまた出会 う, う。そう、だからあんたいるとブレんのよ。だからそこの話しなきゃいけないし。いや、ね、全然関係ないですが、まあ、今日は。そうですね。今日はポーターさんとして、はい、じゃあ、翔平さんは。僕的にはもう待望の二人ですから。あら。と、翔平さんって、結構、ここでガッツリ喋る感じなんですね。黙りますと、そういう役割なんですけど。あ、そう、はい、役割なんです、ね。役割なんです。翔平前に出てるな、みたいに言い方やめてください、ね。仕事、そういう番組なんです。やっぱ、ベシャリが立つから。大丈夫、大丈夫なんですよ。大丈夫なんです。一番嫌な仕事だったわけじゃない。ベシャリが立つから。恥ずかしいですけど、はい、ということで、まあ、お二人がすごい仲がいいということなんですけど、はい、ね、こう、お笑いとミュージシャンっていうのも畑も違いますし、うんうん、そうですね。年齢もだいぶ違いますよね。そうですね。年齢だいぶ違うの、俺、ちょっと前に知ったんですよ。そう、そうなんですよね。確かに、そうそうそう。そんなね、はい、いくつなんですかっていう確認なんて、そんなしないじゃないですか。まあまあまあね、で、なんとなく喋ってて、はい、で、すごいしっかりしてるし、うんうん、ね、言ってることも筋が通ってるし、はい、話してて、うん、面白いから、うん、なんとなく同じぐらいの世代、まあ下だと思うけど、はいはい、32、3ぐらいかなと思った。まあね、顔もね。老けてるって言ったらあれだけど、まあ、いや落ち着いてるじゃないですか、はいはいはい。ありがとうございます。22なんですか ?22 です。何個違いですか何個違いですか16個違いです。本当、同世代ぐらいの感覚で喋ってたから。いやいや、嬉しいですよ、それは。22なんです、ね。本来、そんなに仲良くなるはずないじゃないですか。ね、まあまあまあ、まあ、ね、まあ、なかなかこう、知り合う機会というのもそもそもね。うん、それがなぜこう、今こう、仲良くなってるというのはなかったんですか、うん、これはやっぱりね、うん、もう、最初に、会った時からもう、1時間ぐらいで意気投合しましたよね。そうですね。そう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 。だから、まあ今回のテーマでもある、うん、怒ること、はい。なんかまあ、なんだっけな、あれな、ツイッターかなんかで、なんか変なこと言ってくる人いますよね、みたいなところから、はいはいはい、まあいろいろムカつく話をしてて、そうですね、で、やっぱり、人と人が仲良くなるって、はい、その、なんていうのか、好きなものが同じで共有する、はいはい仲間、間柄よりも多分嫌いなものとか許せないものが同じ人の方が多分仲良くなるし、長続きすると思うんですよね。あ、なるほどね。はいはい。そこの価値観が一緒だ。そう、だからそこの沸点が全く一緒だったんです、うん。そうですね。うん、めっちゃこの人短気なんですよ。今、魔女さんが指を刺されてますけど。清々しいぐらいこの人短気なんです。すっげえ怒ってんの、ずっと。そうね、やっぱそう、うん、そうですね。ね、ですよね。うん、そうです、そうです。そうなんです。おっしゃる通り。そう、で、僕も、なんか、似てるというか、僕も、もう言ったら、なんか、分かってもらえないかな。多分、絶対これ分かってもらえると思うんですけど、はいはい、もう生きてて、はい、ずっと、ちょっと怒ってません。怒ってますよ。生きてて、ちょっと怒ってますよね。ちょっと、うっすら、なんかこう、薄いなんか、こう、怒りの、なんか、
生地に包まれてるんですよ。怒りの薄いベールを常に羽織って生きてる。そうそうそう。ずっともう生まれた瞬間から。ずっと。もう何にでも基本的には怒れるんで。うん、そう。で、多分、それが、活動に生きてるんですよ。それを多分エネルギーにしてると思うんですよ。僕らみたいなタイプって。そう、なるほど。人間としてこう、生きる活力になってるから。バカリズムさんはお笑いに。そうそうそう。ね、僕らは音楽に。なんか聞いてるとはもう完全にガソリンになってるなって思うんですよ。怒りが。怒りがもう LINE でめっちゃ怒ってるんですよ。それはでもお互い様なの。わかるわかるってなるから。そうそうそう。どんだけ楽しい瞬間もやっぱりちょっことどっかり怒ってるんだ。怒ってますね。こんなに楽しかったのにあそこがムカついたみたいなちっちゃい怒りとかも持ち出すぐらいの感じ。そうそう。なんかもうちょっと怒りたいんですよね。そうですね。そう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 。すごいわかります。怒っててムカッとしつつもどっかでワクワクしてるんですよ。そうですね。なるほど。そうそうそう。なんか怒ることないかと。怒ることないかと。だそんなに、だドライというか、はい、もっと、そんな、ウェットな怒り方じゃないんですよね。そうなんです、そうなんです。で、人のこと恨まないし。本当にそれなんですよ。うん、怒っても、はいはい、もう本当に腹渡にえくり返るみたいなんて、本当わかんないです、ね。ないです。本当数パーセントで。そうそうそう。いや、本当ムカつくわ、どう思うっていう、ほんとこれぐらいの、そうドライ感を結構人は、そんなに怒んないでよとかって、うん、まぁ、ちょっと取られがちなんですけど。怖がられるタイプじゃない。ほんとは違うんですよ、ね。ほんとは違うんです、むしろ愛、はい、そうです。もう言い訳でしか聞こえない。愛情表現。そう。私たちなりの愛情表現。そう。屈折がしてるっての分かってる。さっきなんかこういろいろメールとか来てたじゃないですか。はい、コンビニとか言ってたじゃないですか。とか、はいはいはい、お店とか、はいはい、もう俺もうずっとそこのテーマだけで喋れるぐらいですよね。ですよ、ね。コンビニで2時間。コンビニで2時間行けました。飲食店でも2時間行けました。全然いける。いきなりいいですか。飲食店のね。カフェによく行くんですけど。はいはい。カフェで、そこ席に着くと、足元に、カゴを置くじゃないですか。荷物入れていいやつ。あれのちっちゃい店があるんですね。うわぁ、めっちゃわかる。お前さ、と。何の、どういうカバンの想定してんだ、そもそも。何入れなんだ。だいたいそこそこあるじゃないですか。うん、そうですね。カバン、そうそうね。もう斜めになるか、はい、ね、こう、もう絶対入らないんですよ、ね。そう。だったらもう、あれは要は、その、下にね、荷物が地面につかないように汚いからするためのものじゃないですか。はい、だったら俺も布一枚でいいと思うんです、あれ。なるほどね。もう絨毯引いてあるぐらいの。そうちっちゃめの。ちっちゃい、だからもう多分席自体がだん、ね、こうギュッとこう、なんで密集してるから、多分それぐらいのカゴしか置けないんでしょうけど、うん、もう入れられないし。めっちゃわかります。もう、何にも入れられないんですよ、そこに。何にも。靴をここに脱ぐのかなっていうぐらいの。そう。ほんと靴入れぐらいの。そう。メニュー立てもう、メニューの大きさとメニュー立ての。わかる。ベロンベロンになるし。絶対倒れるやつですよね。そう。とか言って、こう、一緒にいる友達とかにこうやって言って発散してるんですよね。別にもう。なんでもう言わなくてもいいんですよ、こんなこと。そうなんですよ。だし、別にそれによってもう帰りたいとかっていうのは一切ないです。ないですね。言って終わり。そう。で、店員さんに、おいとか言って言ったりしないですよね。絶対、そんな絶対しない。店員さんに偉そうになんてもう絶対できない。このカゴ入れなんだってことじゃないんですね。そう。絶対できない。いるじゃないですか、たまに。たまにいますよね。連れてきた女にアピってるやつ。俺こういうの行くからな。こう俺全然許さねえからな、みたいな。はい、いますよ。いるわ。それと違うけどもと。そう、違う。うん、もうちょっとこう。若干ツッコミ目線。そう。まあ、あるでしょうね。そういうことだと思いますよ、本当に。うん。このカゴのサイズ感。そう、だからもうなんか、そういうのを見て、なんかもうこの人たち、本当いつもカリカリしてんだなって思うんじゃなくて、もう、そう。もう、二人こらみたいに思ってもらえると、ね、そう。いいんですよ、ね。あと一人出すんだったらそういう人が欲しいってこと、ね、そう。本当そうです。そういうね。はい。だ今のこのほんの数分でいかに僕とマスオさんがシンクロしてるかは多分こう伺えたと思うんですけど。お二人は、うん、はい、まあそのお互いはそういうタイプなわけじゃないですか。はいはいはい。お互いがお互いにこういろんなね、ところでこうお話とかされて、はい、プライベート過ごされてると思いますけど、はい、ちょっとお前そういうのやめとけよとか、はいはい。お互いに対してイラッとくることはないんですか？いや、ないっす、ね。全くないですね。へぇ。うん。もう、僕にとってはあるあるネタみたいな。もう、マスオさんの怒りって。ああ、もうあるある。だし、もうここが、もうがっちり来ちゃってるから、はい、そんなに共感しなくても、もう共感しに行くもん、なんか、ね。
合わせに行くんですか。全然それ、あ、俺その流行についていけてないみたいな。はいはいはい。それ、はい、それ行かれないの俺ダサいみたいな。超わかります。そう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 。いや、松野さん怒ってんだったら俺もみたいな。俺も怒りたい。感情を合わせに行く。全然俺何とも思ってない人のことについて怒ってても、なんかもうだんだんムカついてくる。あ、じゃあ共通の知り合いじゃない人も。そう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 。確かに、本当にそういう風に、あの、フォローっていうか、いや、すげえわかると。俺全然知らねえけど、その話、すげえわかるわって言ってくれる時とか、僕もそういう風に、あの、わかりますわっていう瞬間結構あります。全く共感できないけど、やっぱもう怒るわ、もうここ。気持ちになって考えてみるわ、ね、ちょっと待っててみたいな。一回俺も考えてみるわっていうこと。やりますね。はい、いやー面白いですね。ちょっとこの後はですね、いろんなシチュエーションも含めて、はい、なんかこう二人で話していけたらなと思うんですけど、その前にものすごく怒ってるこの曲で、うん、一回、曲を聴いてもらいましょう。レイジアゲンストザマシンでボムトラック。Check this out on the planet 81.3. Yeah! J-Wave.ラジペディア月曜日を担当している畑本博です。次回のテーマはいい大人ってどんなだろう。人に親切にできたり、スーツがビシッと似合ったり、いい大人って一体何なの。成人式を迎える人ももう大人の人もこの疑問一緒に考えましょう。 J-Wave 畑本博のラジペディアは月曜夜12時から。浜くんが思ういい大人って何。はい、畑さんからで、僕が思ういい大人、まあこれ本当ね、先週もだから言ったのかな、もう本当言い続けますよ。だから、お寿司を食べに行って2、3貫ぐらいでもう俺いいやっていう人。本当かっこいいなと思う。お寿司食べに行ってそんなに食べないってかっこいいって僕は思うんですけどね。味を楽しみに来てる人ね。そうですそうです。めっちゃ、いや、ここでも松野さんの共感を得ましたが、うん、岡本津の浜岡本が六本木ヒルズから生放送中です。 J-Wave ラジペディア、ラジペディアはツイッターもやってます。ラジペディア J-Wave ハッシュタグつけてつぶやいてください。もうさっきからじゃんじゃんバンバン来ておりますが、今夜のテーマは怒るのは悪いことということで、ポーター引き続き翔平さん、そしてゲストのバカリズムさんでございます。はい、よろしくお願いします。お願いします。あ、これメールじゃあここで読みますかね、うん、これ読んじゃいますか、うん、メールが来ております。紹介します。浜くん、松野さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。私がムッとするのは、ツイッターでその日食べたご飯をアップすると、必ず、太るよと、リプライが来ることです。1日3食しか食べていません。人間は食べなきゃ生きていけません。このリプライ、なんとかならないのでしょうか。おこです。と、ラジオネーム、ねむきゅんさんからいただきます。これはあの、俗に言う、松野軍団と呼ばれる。ね、まあ、我々、僕、僕、浜岡本と、そして、電波組のあの、夢見ねむさん。で、ベースボールベアの小出、小出くんと、そして、チャットモンチのアッコちゃん、アッコさんと、そして、時あさこさんで形成される謎の軍団があるんですけど、ね、その団員であるネムキュンから今メールが来ましたね。これすっごいわかります。これ、本物のか、これは多分本物本物ですね。本物のネムキュンですね。あのね、さっき、LINE 見てたら、なんか送ろうとしてること言ってたから。そうそうそう。エラーが起きたとか言ってましたけどね。じゃあ、軍団員から。軍団員からの。いや、もう、そうですね。いや、ほんと、1日3食しか食べてないのに。うん。だから僕のところにも来るんですよ。はいはいはい。もうまさに昨日、はい、来て、はいはい。絶対言ってくるんですね。はいはい。松尾さんも結構ね、食べ物を、ね、アップされますもんね。そうそうそう。いや、もう、それは、あの、僕らもプロですし、表に出る職業ですから、ね、一応その体調管理だとか、はいはい、ね、そういう、できてますから、はいはいはい、お前の、はい、お前のだらしなさと一緒にすんな。それはこっちでやるし、はいはい、なんだったらマネージャーさんや、ね、会社が多分言ってくるはずだと。はいはい、ちょっと食べ過ぎじゃないの、はいはい、とかね。そう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 。はいはい、
ね、お前が言うなと、そんなこと。うん、お前はさ、太るよ、そりゃ。太るよ、だらしないから。だらしない前提で喋ってますけど、ね、調整できないから。一緒にすんなと。ちょっと、今度ライブあるから、もう調整しなきゃとか、はい、待ったりするんですよ、僕も。はい、ね、多分皆さん、そうだと思うんですよ、はい、多分アイドル、はい、ね、ネムちゃんとかもそうですよね。余計そうでしょうね。ね。で、お前はな、お前はどうせビール飲んで、どうせそろそろ痩せなきゃなと思っても、食べてしまうだろうと。うん、それをこっちにぶつけてくんなと。ちょっと言い過ぎたから。いや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 、まあ、一個のメールでここまで、はい、ね、広がりますから、この二人だとね。そうですね。ネム君ありがとうございました、メールね。まあ、ということはね、ここでね、まあ、怒りのね、こう、価値観が同じという、はい、お二人ということなんで、はい、まあ、ちょっとですね、こう、まあ、いろんなテーマを用意しまして、はい、まあ、そこのテーマについての怒りとかも、うん、なるほど、もう語ってざっくり言っていただければいいかなと、はい、うん、思いますんでね、こう、いろいろ用意したので、はい、まあ、選んでいただいて喋っていただければなと。ね、うん、まあ、さっき増野さんが飲食店で、はい、まあ、カゴの話とかもありましたけど、うん、僕、本当に2、3あって、あ、まあ、この番組でも1回言ったんですけど、うん、焼肉食べに行くじゃないですか。はいはい、で、行った時に、僕はまだちょっと子供なんで、うん、ご飯と食べたいんです、はいはいはい、お肉をご飯と食べたいんです、はい、むしろご飯とじゃないと意味がないとぐらい思ってるんですよ、うん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 、なんでチョレギサラダよりも先にご飯を頼むんです、うん、ご飯サラダ肉と頼んで、はいはいはい、本当に腹が立つんですけど、はい、100% 肉の方が先に来るんですよ。あのね、ご飯確かに遅いです、ね、遅いんですよ。あんなものご飯というオーダーが通ったら炊飯器を開けて、そうですね。よそって、うん、中なら中、大なら大。よそって、うん、じゃあもうこれ何番さん宅って言ったら先に来るんですよ。うん、そんなもん、もう多分ものの5秒で来るんですよ。で、みんな、肉を待ち望むわけじゃないですか。うんうんうん、で、まあ、大概肉が来るんですよ。うん、だから、すいません、ご飯頼んだんですけど、うん、ご飯って言ったら、あ、はい、今、すぐお持ちします。うん、いや、すぐ持ってきてねえから俺言ってんだろうと。わかるわかる。それ、あれね、あれなん、あれ、たぶんわざとやってますよ、ね。わざとやってるんですよ。あれなんなんで、あれなん、ずらしてますよね。そうなんですよ。絶対ずらしてますよね。時間かかるものだったら、うん、まあわかりますよ。それ順番的にね。そう。肉だったら、まあもうそのまま出せばいいから切ってね。ご飯ってただね、こう予想だけだから。そう、僕別にユッケジャンクッパをすぐ出せって言ってるわけじゃないんですよ。うん、そうですね。ライスをと言ってるんですよ。そうそう。俺、あれ、多分あれでしょ？要は、ライスを先に出しちゃうと、はい、肉、あんま入らなくなってくるから、うん、とりあえず肉を頼ませてっていうことでしょ？そうなんですかね、多分ね。お腹たまらないようにさせるためですよ。うん、いやいやいや、うん、食べるよっていうところもあるんですよね。うん。うん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 、多分ね、お酒飲まれない方、で、ご飯食べるじゃないですか。はい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 、で、よく聞くのは焼肉屋さんとかだと、うん、先なんかお酒飲んで、結構味濃い、なんか、うん、ちょっと脂身多めのお肉とか来る頃に、ご飯で行きたいなんていう方が多いから、え、もうご飯行っちゃうんですかみたいな感覚だから遅いみたいな。うんうんうん、だそれはもうお前じゃんっていう。そうなんですよ。その焼肉屋さんとかじゃなくて、うん、よく、ファミレスとかでもそうですけど、はい、アイスコーヒー、食前にします、食後にします、みたいな感じで、はいはいはい、ライスのタイミングも聞けばいいんですよ、ね。聞けばいい。そうなんですよ。ほんとそうなんですよね。うん。もう、持ってきちゃってよろしいですかとか。でね、うん。その一言でどれだけ救われるかって。うん。で、それ聞いたら聞いたら、肉と一緒に決まってんじゃんって言いません？うん、大丈夫ですか？いやいや肉よりも炊けなきゃねえだろうみたいになりません。そこは一個ね、提案したいんです。あともう一個短めにいいですか。はい、まあ、某、まあ、ファミリーレストラン、はいはい。この番組でもよく言うんですけど、はい、こう、ね、僕メニューを見てたら、はい、まあ、季節の彩り野菜と、うんうん、なんたらかんたらのオムライス。うん、長めのタイトル。うん、で、まあ、お店の配慮なんで、すいませんって、季節の彩り野菜と、なんとかなんとかのオムライスくださいって言ったら、店員さんが、あ、オムライスですね。って言うところまではまだいいんですけど、その後厨房に向かって、オムワンって言うんですよね。もうね、本当に許せない。オムって書けや。じゃあもうお前、オムって書けやと。すっごいわかる。そう。すっごい。お前の手拍子でおろせやってんのに。手拍子やめんじゃねえよ。本当そうなんです、ね。お店のあの省略には本当に腹が立つんですよ。世界観に乗っかったわけだから。そうなんです。別にね、こっちは別に、ねえ、嫌だけど。そう、ちょっと恥ずかしいけど言ってるのに。せっかくそこが、そちらが設定したことですから、一応ね。世界観のね、重要になってあげますよ。こういう軽快な手拍子が。これをもうパスッとやられるんですよ。手拍子始めといて。そう。
ちょっと飲食店に関してはこの2つはちょっと僕の中で外せないんですよね。と、いうことでこれ僕個人的にはね、あの領収書がでっかい店もう財布に入れることを前提としてんだよと、領収書なんて何に入れるって財布に入れんだよ領収書は 100% バカかと、そう財布に入れるものなんだから確かにありますね、パンパンになるんですね、なりますね、あの余白が大きいやつね、そうそう A4 とかあったりしますから俺ちょうど横にできたからなんですけど、もうホテルのめっちゃでっかいんですよ。ああ、でかいっすね。確かに。ホテルとか多分会社単位とかで、あの、取ったりするから、多分ある程度大きい方が多分、なるほどね。あ、そっか。管理しやすいとかあるんじゃないですか、そこは。普通の飲食店ですよ。いや、わかるわ。でっかいね。すげえわかる。すごいですね。飲食店ここまで来ましたね。はいはいはい、飲食店ね、飲食店なんだろうな。あと他にもでも公共機関とかね、うん、タクシーとかもありますよ、うん。タクシーなんかしょっちゅうありますよね。俺ね、もうありますね。まあ、俺車に乗らないから車を運転しないからね。いやもちろんタクシーで怒ったりしないんですよ。もう車を運転しないからもう、うん、あの道とかそんなにわからないんですよ。だから、うん、あの大体聞かれるじゃないですか。まあ行き先を告げたらどのルートで行かれますかっていうから、うんはいはい、あもうあの運転手さん的に一番早いルートでお願いしますって丁寧に言いますね。はい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 、あ一番早いルートで、いつもは、どんなルートに行っていますか。いや、あの、僕、そこ、そんなに行ってないんで、もう、あの、ちょっとわかんないんで、あの、運転手さんにお任せします。ああ、なるほど。そこの建物の、電話番号、お前もう知らねえんだろ言えよ、知らねえなら知らねえ。知らないのは知らないんで、しょうがないと。うん、そうなんです。知らないしょうがないし、はいはいはい、そうなったら、あの、僕、ネットで調べたりとかね。うん、はいはい。あの、多分その、あの、カーナビで検索すれば出てきます。そのルートでいいですよって言うし、うん、そんな、知らないことに対して、そんな怒らないけども、はいはい、たまにいるんですよ。そう知らないくせに、知らないことを隠しつつ、うまい具合にこっちからヒントを聞き出そうとしてくるやつ。見え張るやついるんですよ。そうそうそうバレるから。バレるから。そうそうお前のそのすげえ後ろとか見てんのでバレるからっていう。やるわ。あるあるある。そうですね。ありますね。そうそうそうとりあえず知ってる体でなんとかそれを押し通そうとしてくる人ね。ああ、ね、プライドをこうね、なかなかこう崩せない方ですよね。います、います。あと、普通にブレーキング下手なやつめっちゃムカつきますけどね。ね。やっぱなんかプロフェッショナルなわけじゃないですか。うん、ね、はいはいはい、ね。お金を僕らも払ってるし、うん、もらってやってるのに、うん、もうあの、クンっていうブレーキのやついるじゃないですか。謝ってくれりゃいいんですよね、そこ。そうなんですよ。全然謝んないですよ。でもやっぱああいう人は分かんないんでしょうね。うん、別に自分がきついかどうかっていうのは分かんないからやってんだろうなって、うん。それで伝えようとします？お二人、例えばこうなんか運転下手なことを気づかせたいみたいな言えます？ちなみに、マスノさん、その。僕は言わないですけど、うん、言わないですけど、あの、ちょっと、その本当の衝撃よりも、ちょっと大げさめに前の座席にぶつかります。めっちゃわかる。あなたが起こしたことはこれぐらいのことですよ。めっちゃわかる。俺は、おえって言います。強めのが来る。これぐらいのリアクションしてますよっていうのはね、怒ったりしないですよ。怒ったりしない。僕もしない。困ってますよっていうアピールをします。それで気づいてくださいと。そうそうそう。せめてそれで気づけよと。たまに、もう、めちゃくちゃ道を間違えたりする人っているじゃないですか。いますね。で、もう完全に、もう時間ももう大幅にかかっちゃって。うん、で、あ、もう、あ、申し訳ございませんって言うけど、はい、で、なんか、何百円か、あの、おまけしますみたいな。はい、来ました。来るんですよ。はいはいはい。ね。いや、僕は、そういう時、はい、いや、いいです。そこも料金はちゃんと払いますと。はい、ね。いや、それでは、あの、もう、あの、私の気が収まらないんで、うんうん、いや、お前の気が収まるためのお金か、これは。お前、じゃあこの300円でお前の気は収まるのか。俺はここで負けてもらったところで収まらないし、実際遅れてるし。でもお前はこの300円負けたことによっても収まるのか。うん、その後笑顔でご飯を食べに行くのか。そして今日いや、俺はその子は300円を受け取りますから、うん。そうですね。そうね。うん、気持ち収まってそのこと忘れちゃって、そうそう、お前その気を収めようとしてんの、自分の気を、お前忘れんなよと、そう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 、間違えたこと絶対忘れないでほしいから、本当それですよ、うん、でもね、でも怒ったりしないですよ、となったりしないですよ、いや中にはまあ本当に素敵な方もいますよ、いやいますいます、プロ本当にプロだなっていう、うん、こんな料金でこの距離行けたっけみたいな、いますいます、人とかもいますけど、うん、まあ目立ちますよね、うん、そういう人ね、
そういう素晴らしいドライバーの時にも多少過剰に伝えようとするんですか、なんか。いや、もう本当、いや、基本はだって僕ら礼儀正しいですもん。いや、そうなんですよ。そこ勘違いしないでいただきたいのは、本当に店員さんに横柄な態度を取る人とか、大嫌いですよ ね、僕らは。絶対敬語だし、うんうん、よくいるじゃないですか。ね、タメ口。店員さんとかにね、タメ口で偉そうに言う人、はい、お金払ってんだぞっていう態度、はい、そんなしないですもんね。絶対しないです。そうそう。うん、で、ちゃんと、ありがとうございましたって言うし、うん、いい方だったら、本当に気持ちよくおりますよ。うん、気持ちいいこと言っておりますよ。飲食店も必ずごちそうさまでしたって。いますよ。いるけども、たまにいると、モンスターが。たまにいます。本当にいますよ。なるほどね。あと、まあ、はい、こうね、お店、公共機関とかありますけど、はい、お友達関係とか、うん、上下関係とか、ファンの方とかね。ファンの方とかね。お友達で言うとね、なんかみんなで、まあ、こういう感じでね、例えば誰かが一人のことを、あ、まあ、あいつちょっと困ったやつだよねっていう話になった、はいはい、それ盛り上がったとしましょう、はい、嫌われてるやつがいて、はいはい、ね、あいつこういうとこあるよねって、わーって散々言って、もうこっちも、はい、あ、やっぱ、みんな同じな、思ってたんだって散々喋って、ってたくせに、でもまあ悪いやつじゃないんだよねっていうやつ。いや、てめえ逃げんじゃねえよ。なんかなんやかんやでも俺好きだよみたいな、ね。腹くくってこいやみたいな。で、そこはなんとなくのバランスはそこ取ろうとしてるんじゃないですか、その。無理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 。もうそんだけ言ったらもう嫌い嫌い嫌い。もう後に引けない、もう後に引けない。それはなんかちょっと他へのアピールみたいなところあるんじゃないかみたいな。急にね、うん、そうやってね、なんか逃げる人。いますいます。それまあ、友人関係の方とかですと、はい、でも友人関係だと本来は言えるじゃないですか。まあね。悪い部分っていうのは、うん。そういう時は結構指摘します？それとももう、泳がします？指摘？俺は一言、例えば今、マスノさんがおっしゃった状況だったら、一言、うん、お前そういうのずるいよ。ああ、なるほどね。うん、そこから話を広げるとかじゃなくて、うん、今のお前のはもうずるいから別に向こうだからね。っていうのは言いますよ。それでなんか俺は結局、なんか引いてるよみたいなのは、うん、で反則引きずらないですしね。引きずらないです。そうそう、その場で言って終わりですから、うん。そこで笑えるのも、しかもまあ友達というかこういう関係ですから、それでなんか根に持たれてもなっていう、うん。友人は言えるけども、一番難しい関係性ってのは、友人の友人みたいな、一個乗っかってくるパターンか、ね。あとね、僕が一番嫌なのが、はい、例えば、その、もう、まあ、テレビとか見てて、はい、なんか、どうしても、それはもう全然視聴者として、もうこの人苦手だなとか、嫌いだなっていう人ってどうしても出てくるじゃないですか。何こいつってやつ出てくるじゃないですか。ね。そういう人に限って、実際会った時めっちゃいい人だったりするんですね。もう、スッと嫌わしてほしいんですよ。あ、やっぱり俺、この人のこと嫌いたいんです。うんうん、俺、この人のこと嫌いたいのに、すっげえいい人だから、もう、どうしていいか分かんない。感情がね。もう、もう最近あんまなくなったけど、はい、もう、その、若手の時とかって、やっぱり、その、ギスギスしてるとか、やっぱ、自分もやっぱり、ね、その、嫉妬とかあったりするから、俺、こいつ絶対認めたくないみたいな、いたりするんですよ。はい、こいつの芸風が気に入らない。はいはいはい、俺、こいつ絶対面白いと思わないとか、妬、は、み、いい, はい、いいから来るんですけども、うんうん、そういう時にそういう人と会った時にね、もう全然つまんないけどすっげえいい人だからつまんない陰口言えないんですよ。こういうところがでも我々の心優しい部分が出てるところでもあるんですよ。いい人だからなんかちょっと笑っちゃったりするんですよ。もうそうそうね、向こうがいい人だって分かった瞬間に自分がダメな人間に見えますもん、ね。そうなる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 。ちょっとそこはやっぱ傷つくんですよね。はい、そう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 、もうすげえわかるな。いや、じゃあちょっと白熱してまいりましたけども、はい、一回ここでじゃあマスの軍団の、はい、うん、団員の曲を聞いていただきましょう、うん、ベースボールベアでザ・カット、フィートライムスター。はい、ということでベースボールベアでザ・カット・フィート・ライムスターでございました、うん、引き続きバカリズムさんをお招きして、はい、今夜のテーマに沿って起こるのは悪いことを引き続きちょっと話していこうじゃないかと思ってますが、うん、はいはい、ちょっとメールも届いてるのでせっかくなんで読みます、はい、うん、ラジオネームヤマモンさん、
うん、浜くん、バカリズムさん、翔平さん、こんばんはと、私が怒ってしまうことは、風邪をひいた時に体温計をシャメして SNS で投稿する人です。体調が悪いのはわかるんですが、38度もありますアピール言いません。そんなことしてんなら薬飲んで静かに寝てればいいのにと思ってますと。うん、だから、心配してくださいって言ってくればいいんですよ。ああ、なるほどね。そうストレートにね。心配してくださいっていうふうに言ってくればいいんですけど、うんうんうん、なんか、さあ、ここからはあなたに。この体温をどう思うかはあなた次第ですっていう。なんか大喜利的なね、そう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 、これ見てなんて答えるみたいな。そうそうそう。確かにな。まあ目的意識が変わってきてるわけですよね。そうそうそう。あげたことによっても。ちょっとやっぱ腹立ちますね、これね。その辺の感じというか。わかります。まあ俺、もうしょっちゅう風邪ひくやつ嫌いですけどね。そもそも。そもそも。そもそものやつ。そもそも、やったら風邪ひくやついません。まあ、いますね。ちゃんと節目節目とか、ね。節目節目で風邪ひくやつ。まあでも、まあ、それもね、まあね、こう、体がね、弱い方もいらっしゃいますし、うん、まあね、今。いや、もう風邪とかはもう体調管理ですから。まあね、そこら辺が緩いと。緩いやつがね、たまにいるんですよね。特に男、もう女の子もあれだけど、男で。男は腹立ちますね。ね。旅先で、こう、風邪ひくみたいな。いる、もう、最悪ですね。スキー旅行の初日に風邪ひくみたいな。いますいますいます。あとね、僕今一個思い出したのが、うん、みんなでご飯行こう。うん、まあ連絡来て、うん、まあ各々スケジュール照らし合わせ、うんうん、じゃあここ行けるから行こうよ、うん、じゃあ詰まりました、うん、席着きます、うん、何食べよっかね、俺食べてきちゃったんだよね、うん、あー本当にお前なんで食べてくんだよと本当にいますね、僕結構もうご飯を食べるのが好きで、うんうんうん、楽しくやっぱご飯食べたいじゃないですか、ですね、みんなで、うん、ほぼ同じバロメーターでお腹空かせてたいんですよ、うん、ちょっとエゴまで言えば、うん、そこでね、もう食べてきちゃったタロンのやついるじゃないですか、うん、もうご飯食べるタイミングがおかしいやついますよね、いますね、あ、いますね、そう、それも結局そうなんですよ、つながるんですよそこに、お前それ3時にお前それな、どういうどっちの扱いなんだもん、その飯みたいな、そう6時に集まっててもう食べてるとお前何なんだお前っていう、うんうんうん、まあ、それはその人のね生活のリズムがあるのでいやいやいやもうおかしい、いやいやあれはもうおかしいんですよ、おかしいですよ、おかしいですよ、ずれてます、腹立つわ、がっつり食うんじゃないのその時間で食べてきちゃったって、じゃあ食んなよお前っていうぐらい僕は腹立つんですけどね。すげえな。じゃあね、なんかありますかね、メール。あ、これ、例えばですけど、まぁ、ちょっとこっち読んじゃいますけど、はいはいはい、ラジオネームのワニワニワさんとかは、はいはいはい、接客の話として、こう、美容院で、はい。こう、ちんちくりのヘアスタイルにされたことがあるときに、その時に怒りを表現できないと。ああ、なるほどね。はいはいはい。まあもうやられてしまってますからね。うんうん、うん。浜さんは今のはそれは、怒ったんですか？え？ああ、その今の髪型。あ、これは、はい、まあ、これはね、今日僕失敗してるんです、自分で。自分で。今日ね、ちょっとね、半寝坊みたいなのかまして、すごい焦ってやったらすごい、うんうんうん、これはもうチンジクリンですけど、はい、僕はあんまないですけど、うん、だから一番困りますよね、確かに美容院は。そうですね。僕もだからもうずっと決まった人に切ってもらってるから、うんうん、あれなんですけど、だから昔はありましたよね、もう、なんか、もう、その、終わり際に、うん、ちょっとなんか、えっつって、ちょっとやるじゃないですか。はいはい、その、なんか、なんだろうな、ワックスだかなんかつけ、そのセットかなんかしてるんで、わかんないですけど、はいはいはい、その、もう、お前が今そこをいじったところで、はい、ね、それ多分今この場の鏡の前にいる、この状態の、なんか完成度を高めてるだけで、はいはいはい、多分今後ね、その、洗うし、またセットするときにお前そこ関係なくねっていうところをなんか時間かけてわざわざやる人いますよね。いますね。で、それは一応完成形を見せてあげてってことなんじゃないですか、うん、こういうことですよ、毎日これやってくださいよ、みたいなことなんじゃないですか、それは。もう無理で、そんなんだってもう、うん。プロですね、私は。それこそ。深いところの、ちょっとしたやつやるんですよ。見えないところ、ね。いい、やめろ、もう触んな、もう。わかるわ。それもやりたいだけなんじゃないやりたいだけだろ、そう、美容院でバリカンで耳ちょっと切っちゃうやつと、うん、歯医者でちょっと歯茎切っちゃうやつはもう首ですね、もう。あれはもう、ダメですもん、あれ。たまにありません？あります、あります。いたってなるやつ。うん、あるある。で、別に、おーいとは言えないですけど。うんうんうん、うん。まあね、おいって言えない程度のやつが一番辛いですよね。そうなんですよ。そう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 。向こうにも気づかないみたいなのもあります。で、もう切ったら切ったらしょうがないから、ちゃんとね、あ、ごめんなさい、ちょっと、つって謝ってもらえれば全然いいんですけど、なんか、血出てないことにしようとしてる。そうですね。お前、わかんねえように、お前すっげえ血吹いてんな、お前。我がボディだからな、そんなの。わかるぞと。結構なんかね、グーって押さえてるんですよ。そうそうそう。止血してるんですよ。マッサージの手で止血をしますからね。
お前、俺が思ってるより出てるでしょ、それですね。で、またちょっとメールが来てます。はい、ラジオネーム、なぎちゃんさんです。私は都会人ぶってるやつに腹が立ちます。うんうんうん、これは私の母なのですが、うん、学校や塾の先生と三者面談した時など、必ず自分は東京出身だと話すのがすごく腹が立ちます。うんうんうん、すごく地方を馬鹿にしているように聞こえますと。やめてくれと言ってもやめてくれません。しかも厳密には東京ではなく川崎です。そこもまたまあまあ。東京じゃない。全然あれですけどね、うん、っていう意見も来てますね。東海人ぶってる、そういう意味ではこれもリンクしますね。ラジオネーム人が生きてるさんで、カッコつけて炭酸水飲んでるやつに怒りを覚えますちょっとまあ話は違えど、まあまあなんかこ う、ね、ちょっとカッコつけなのかな。お前が何をシュワシュワすることがあるあんだっていやいやそれは好きな人もいるでしょう、シュワシュワは。ねえ。こんなもんね、ねえ、苦いだけで何の味もしない。ねえ。いや、まあ、はい、美味しいと思って飲む人もいるんでしょうけど。だね、中には。お前は違うだろっていうってことですよね。そうですね。そうそうそう。バレてるぞってことですか。そうそう。ちょっと喉の痛さも顔に出ちゃってるぐらいのやついますよ、ね、たまに。お前絶対もっと甘いの欲しいくせに。何をペリエとか言ってんだと。だけど、カッコつけたりとか、過剰なこう自分をよく見せようとしてるところにはやっぱりちょっと、ありますよ。あれ、今日も、おしゃれですね、って言われたときに、いや、ほんと、家にあるもの適当に着てきただけなんですよ。絶対嘘絶対選んでるし、ね。必死声で選んでるから今おしゃれって言われてんだろうと。そうだね。そうですね。完全にそう。その、もともとポテンシャルが高いみたいな言い方してんだよ。あります、ね。力抜いた感じが。そうそうそう。気にないわ。いや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 。どうします？ですね。はい、本当はですね、5分ぐらい前に、もうバカリズムさんの時間終了だったんですよね、実はね。そうなんですよ。そうなんですよ。だったんですけど、はい、まだまだ30分ぐらい延長できますけど。何ですか？あ、じゃあちょっと延長で。これリアル延長ってできるんですか？どうしますか？あ、本当ですか？そうなった場合、はい、もうこのまま、あ、じゃあ、ちょっとこのまま名物コーナーがあるんですけど、はいはい、それに、ちょっとバカリズムさんを付き合っていただいてから、またちょっと続きをやろうかと思います。はい、それでは皆さん、ちょっとまだコーナーの途中ですけども、木曜ラジペディアの名物コーナーのお時間です。ハマコの部屋ということで、ここからはですね、はい、浜岡本の彼女、ハマコという設定で、はいはい、私が、皆さんにこう、レコードを紹介するというコーナーで、今日はそうなんです。今日はかゲストに私の彼氏の浜岡本の仲良くしていただいている増野さんが来ていただいてありがとうございます。今日、ね、まさか増野さんがいる前でこれをやることになるとは思わなかったので、ちょっと動揺してますけど、どういうテンションなのかっていうね、さっきの怒りとは全然違うんだけどもね、まあ皆さんね、年越しはまあまあいろんな JF 聞いたりとか、まあまあいろんなテレビ見たりとかしてたでしょうけども、私の彼氏の浜岡本はですね、JF の年越し番組頑張ってたみたいで、私はその間紅白歌合戦の方をね、家で見てたんだけども、そこでまあアマちゃんの下りでですね、薬師丸ひろ子さんが出てたのよね。で、まあ久しぶりにこう薬師丸さんがこう歌ってるお姿を僕って言ったのはこれ僕っ子なんですけどね、浜岡は僕っ子なんでね、まあ電波組でいうモガちゃんと同じ立ち位置なんですけどね、だから僕としては、いつまで経っても私この設定慣れないんだけど、僕としては薬師丸さん本当大好きで、まあいろんな名曲残してるんだけども、ちょっとまあね、紅白の日はこうね違う歌を歌ってらっしゃったけど、まあ名曲セーラー服と機関銃という、まあ名曲がね薬師丸さん終わりで、私浜子すごい好きなんだけども、その曲が、まあ紅白見ながら、まあこの曲本当いい曲だよなと、思いながら、今日はね、じゃあこれを持ってこようかなと思って持ってきたのはですね、木杉隆雄さんの夢の途中という、これシングルを持ってきました。1981年ですね、11月10日にリリースされまして、実はですね、この薬師丸ひろ子の、ひろ子さんのセーラー服と機関銃、これを作ったのが、まあ、木杉隆雄さんという方で、作詞はちなみに木杉悦子さんというお姉さんがね、作詞してて、まあ、兄弟でこうやってらっしゃるんですけども、実はそのこの夢の途中はですね、セーラー服と機関銃、まあ、原曲というか、まあ、この曲をタイトルと歌詞を変えてリリースしたのが、セーラー服と機関銃で、
歌詞のね、一番の一部が異なるバージョン。まあ、いわゆる男性ボーカルバージョン。夢の途中というタイトルも違うんですけども。あの、浜子的には、薬師丸さんのバージョンもものすごく好きなんだけれども、この男の、木杉隆夫さんが歌うバージョンが、僕としては染みるのよね。だからこれをちょっとね、二人笑わないで。あの、これをね、ちょっとぜひ、紅白流れでね、皆さんに聞いてもらえたらな、なんて思います。ちょっとね、あの、さっきからトークが白熱しちゃったんで、頭出しができなかったんだけれども、ちょっとみんな、頭もちょっと長いかもしれないけど、今生で書けるのよ。そうなんだから、あの、マスノさんがこれバンってやったら止まっちゃうのよ。すげえ。なんで、そうなのよ。じゃあちょっとマスノさんも見てる前で聞いてもらいましょう。木杉隆夫で、夢の途中。はい、ということでお送りしたのは木杉隆夫で夢の途中でした。いやー、いい曲ですね。本当にいい曲ですね。ちょっとさっきのこう怒りを一旦こう沈めて、やる感じでございます。始まりを持ってこようと思ってます。2014年もよろしくお願いします。以上、浜子の部屋でした。Jブラジメディア、この後も今夜のテーマ、怒るのは悪いことについて延長、めでたく延長しました。バカリズムさんと一緒にやっていきたいと思います。The best music on the planet, 81.3 J-Wave. Life is various. Let's think together. A helpful encyclopedia for your life on 81.3 J-Wave. Rajapedia.はい、お聞きいただいたのはバードでランでございました。バードさんはですね、1月11日土曜日にニューアルバム9を引っ提げて9ライブをビルボードライブ東京で行います。ぜひチェックしてください。ということで、六本木ヒルズ33階から岡本図の浜岡本がお送りしている J ブ浜ペディア、今夜のテーマは怒ることは悪いことということで、翔平さん、そして もはや、ハマリズムとなり、はい、ずっと怒り続けておりますバカリズムさんも引き続き、はい、ブースの中にいらっしゃっております。ちょっと続きというか、そうですね、延長が入りましたので、延長入りましたから、ちょっとね、熱烈なコールによりそうですよ。なんかあれですね、マスノ軍団ですか、はい、のそうです。なんか軍団員の方が、結構軍団員の方も J 部のハッシュタグをつけてつぶやいてくださってるんですが、うんうん、さっきあの時さんがですね、はい、ご飯食べてきちゃったって言ったら、はぁって言われたことありました、浜さんに。普段私にはガチガチの敬語なのに、とんでもなく取り返しのつかないことをした気分になりましたと。まあもちろん先輩なんでね、事務所の先輩でもありますから、まあまあまあよくこうご飯食べてしますけども、一回確かありましたね、僕も忘れてましたけども。確か向こうからね、誘ってきて何人かでご飯食べた時に。あ、そうなんだ。多分、いや僕からね、さすがにあれですから誘っていただいて行った時に、でも私食べてきちゃったからどうぞみたいな感じの時に多分僕出ちゃったんでしょうね。はぁと。なんていう書き込みもありましたけども、引き続き LINE ではわかるわかると。はいはいはい。共感の嵐ですけどね。徳さんはちょっと天然だからね。そうですね。まあこういったね、その、まあ、徳さんもそうですけども、女性とか、はいはいはい、こうね、男同士だったらまたこう、うんうんうん、突っ込みやすい人もいますけど、はいはい、女性だとまた難しかったりしますよね、これね。そうですね。そうですね。なんだろうな。まあ、怒るっていうほどでもないんですけど、はい、もう分かってもらいたいことがあって、男として、はいはいはい、下着を買った時に、ね、その、まあ、例えば自分のその時付き合ってる人だったりした時に、はいはいはい、あの、下着を買ったっていうのを見せてくるんですよ。これ、可愛くないって言ってるんですけど、うん、
どっちでもいいよ。あの、可愛い、可愛くないは、あの、いいんです。男にとって。まあもちろん、ね、その自分の交際相手の下着はそれはね、いい方がいいです。そりゃそうだ。可愛い、可愛くないって、男あんま、どうでもいいですよね。ね、どうでもいいですね。女性をつける下着って。うん、可愛らしい。エロい方がいいわ。そう言ってますね。そう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 。そう、まあ、何が違うと。そうですよね。その、可愛いからいいじゃないと、うん。俺らにとっての女性の下着は。うん、可愛くないって言われても、なんか、うん、いや、別に。うん。なんとも言い難いというか、ね、うん。エロくないって言われたら、エロい、エロくないって話。エロい、エロくないの判断できるけど。うん、可愛いことは必ずしも僕らにとっていいことではないですからね。そうですね。うん。それはわかるな、うん、お二人はそうなんですね。うん、そうですね、まあまあ。僕らはそうですね。エロいかエロくないかですからね。まあね、女子確かにね、まあ言いづらい部分はありますけど、うん、まあでもなんか僕はまあそれこそ中高生の頃とかよく喧嘩になってたのはやっぱりそのなんていうんですかね、クラスやグループの中で、うん、私は、お笑い担当ですみたいな女子。ね、僕結構苦手なんですよね。それ明るくて楽しい子ってことじゃないんですか？なんかね、やっぱね、はい、ってなるんですよ。はい、そのなんか、なんていうか僕のどっかにこう触れるんでしょうね。それはもう個人的な見解なんですけど、うんうん、やっぱなんか私面白いでしょうっていう時の女子のあの、もっと言うとこう男子の立場を崩す瞬間というのがあって、それはやっぱ女子に分かっといてもらいたいっていうか、今彼が面白いのに、はいはいはい、彼女ダメそこはっていう、彼の時間だからと、そう、そういう女子の勢いみたいなのはなかなかこう男子やっぱ言いづらい。言いづらいですね、うんうん。お笑い担当はこの世にお笑い芸人しかいませんからね。そうです。いや、担当っていうね、言い方って言うと。そう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 。そうそうそう。うん。で、クラス、まあそういった女子いますよね。私、あの、そういうなんか、あの、笑い取る方だから。そう、下ネタとか全然大丈夫だから、みたいな。なるほど。お、いいじゃないかってなりますけどね。お、いいじゃないか。なるほど。お、なるほど。お手紙拝見しようじゃないか。下ネタ大丈夫なのか。バカリズムさんからしたら同業者だろう。そうそうそう。じゃあ、じゃあ対決しようじゃないか。がっつりいきますよっていう。同じ目線でいきますから。いやそうなんですよ ね。そんな立ち位置いらないんですよね、うん、しかも、うん。そう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 。でも先ほどのなんかね、そのまあなんかあの、話じゃないですけど、はい、優しさの中に、こう、ある、はい、イラッとする瞬間というか、優しさの中に。だから向こうからしたら、すごいなんかこう、なんかしてあげてるつもりなんだけれども、うん、こっちからしたら、いや、それはお前の自己満足だろみたいな、それに対して怒ることってすごくできないじゃないですか。なるほど、なるほど。その辺の難しさみたいなのあったりとか。ありがた迷惑的なね。はい、なんかその、なんですか、はい、どこかでの接待ですとか、はい、サービスしときました的なお店ですとか、はい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 。やっといたよみたいな、うんうん、それをメールで伝えてくる感じとか。あのね、後輩の、お疲れ様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 、そう。めっちゃ面白いな、なんじゃ、あの、後輩の、お疲れ様、お疲れ様、お疲れ様、ちょっとなんかエコーをやるんですね。そうそうそう。あれなんだ。あれなんなんすかね。ずっと言ってるから。あるね。お疲れ様でしたでいいじゃないですか。うん。うん、なんかその、なんか過剰に気を使われてる感じというか。そうそうそう、そう過剰にね、うん。まあね、ちょっと怒りというか、まあちょっと困るし、どうしたらいいか分かんないみたいなところもありますよね、うん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 。僕もすごいありがたいんですよ。ありがたい話なんですけど、うんうんうん、プライベートで CD ショップなんかに行くじゃないですか。うんうん、お仕事で行くのって全然いいんですけど、はいはい、プライベートで CD ショップとかに行って、まあ店員さんとこう、まあ目があったりもするじゃないですか。はいはい、まあ探してて。うん、じゃあ、まあ夢があったななんて思った5分後ぐらいにね、自分らの曲がかかり出すことがあるんですよね。うん、おーなかなかね、ありがたいんですよ。本当にありがたいんですよ。だからまあね、全然知らない人もなんだこれって言って。まあレジったらナウプレイングみたいな形で買ってくれる方もまあいらっしゃる可能性はもあるんですよ。ただやっぱね、ちょっとこう、ちょっとね、どうしたらいいか分かんなくなっちゃって、一回トイレ行こうみたいになって、ちょっとで、ね、そういう、まあありがた迷惑って言うと失礼ですけど、もちろんありがたいんですけど。まあでも向こうからしたら、こうなんかね、こうさ、気を使ったつもりなんだけど。そう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 。ちょっとやっぱ恥ずかしい、恥ずかしいんですよね。もう僕が歌ってるわけでも何でもないんですけど。まあそうですよね。ちょっとそういうのありますね、たまにね。その辺の、まあ難しいです。難しい、そう、本当難しいんですけど、ね、ちょっとね、ちょっと、あ、あおっていう、な、もどかしい感じになる。まあ、ちょっと、これ、まあ、大人の話になるんですけど、はい、あの、
まあなんか、あ、そういうお店にね、電話してね。あ、そういう大人ね。そういう大人の話。お店に電話してね。はいはいはい、で、まあ、基本は、偽名を使うんですけど、はい、僕は渡辺って予約するんですけど、はい、そうじゃない時もあったりするわけですよ。はいはいはい、でそこがもうちょっと、ますのって言わなきゃいけない時もあったりするんですよ。はいはい、ね。その時に、向こうですっげーでっかい声で、え、マスノ様でって言うけど、俺のマスノって結構珍しいから、下の名前頂戴いただけます。あ、マスノ秀友様でって言われると結構しんどいんですよ。あれ？そう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 。万が一知ってる人がいた時に結構しんどいんですよ。そうですね。そうですね。よくある名字と名前のね、って話じゃないから。そこの周りにその待ってるお客さんとかいたりした場合はね、ちょっとね、あれですから、マスの秀友ってなるから。確かに確かに。あんま大きい声で僕の名前を復唱しないでほしい。聞いてるぞと。そうそうそう。なるほどね。特に、ね、大人のとこって言われたら、大人のとこ。さあ、ということでね、はい。はい。そろそろお時間に。あ、本当ですよね。もう終わりですか。はい、じゃあ、まずはちょっとお別れの前に、はい、曲に、行きたいと思います。聴いてください。うん、岡本図で虹。岡本図のニューアルバムから虹でございました、岡本図のベース担当浜岡本がお送りしてます J ブラジペディア、今夜は怒るのは悪いことというテーマについて翔平さんそしてバカリズムさんと一緒に考えてきましたが、延長に次ぐ延長でもうまさかの番組終了時間ということで、あ、本当だ、そうなんですよ、そんな喋ってたんだ、かなりの延長でございました本当に今日はツイッターも半端じゃない量でですね、すごいですね、もうすでに神回と、称されてますけれども、ね、本当に今日はありがとうございました、松野さん。本当に。本当、またぜひ、なんかパート2を。そうですね。はい。それこそ、まあ、軍団もまた呼んで。溜まっちゃうから、こう吐き出すところがないとね。そうですね。あとは、まあ、せっかく来ていただいたんで、何か告知があればぜひ、使っ てください。DVD、ライブ DVD、カラーという、はい、ものを出しておりますので、はい、よかったら見てください。僕も見ましたが、めちゃくちゃ面白いです。皆さん絶対見てください。これは本当にめちゃくちゃ面白いです。いやー、でも本当にちょっと、生ゲストが来て延長ということも、まず僕、2年ぐらいこの番組やらせていただいてますけど、うんうん、ないです。あ、本当ですか？はい。あ、皆さんやっぱ時間が決まってるので、ないですけど、うん、延長ってね。そうですよ、ね。延長に次ぐ延長を重ねて、はい、怒り散らして、最終的にはマスノさんを褒めて終わるという。はい、うん本当になんてわがままの放送、ね、いやいやいや、でもあんだけ説得力のある面白いもの出してますからね、もうこれはもう言っていかないとダメですよ、いや楽しかった、いやまだまだでも言い足りないことたくさんたくさんあります、たくさんあります、もっとね、軍団員の方皆さん集まって、そうですね、まあマスの軍団スペシャルなんてものもまあ実現するといいななんて思いながらね、うん、やりますけど、本当にまあ本当に尽きないですね、うん、ちょっとメモっときましょうよ、そうですね、本当にちゃんとそういうノート作ってこうメモった方がいいんじゃないかなっていうぐらいでしたけどね、うん、なんでちょっとぜひ次回があるときはぜひぜひよろしくお願いします、ということで本日は長々とゲストにバカリズムさんそして翔平さんもお別れでございます、ありがとうございまし ました浜岡本とはこの後ももう少しお付き合いください、はい、ということで岡本図生岡本がお送りしてきた J ブラジペディア、早くも早くもエンディングのお時間です、増野さん登場されてからあっという間でしたね、メールを最後いつ読みます、ラジオネームあずさんです、本日のテーマ怒るのは悪いことですが、私は怒られるとその人のことを好きになってしまいます、昨日も仕事でうっかりミスを重ねていたら上司に正月ボケしてるね、他の仕事大丈夫？と言われ、落ち込むより先にキュンとしてしまいました。怒ってくれるのは真剣に自分のことを考えてくれる証拠だと思います。怒った後で怒られた側が次は頑張ろうと前向きな気持ちになれたら怒ることも激光に変わるんじゃないでしょうかと。激励に変わるんじゃないでしょうかと。
そうですね、これは僕と増野さんのことを言ってるんでしょうね、だから完全にそうですね。最後の最後に本当、あずさんありがとうございます。あずさんにはじゃあ、蛍光灯のやつをプレゼントしますよ。おめでとうございます。いや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 、今日も本当に、今日はだからもうまだ終わってないのに次回を希望しますという書き込みまであったぐらい、なかなかの回でしたけども、なんとかしてこのね、このちょっと怒りのコーナーみたいなもの、またパート2とか、また軍団、マスの軍団と呼ばれるその謎の軍団がありますけども、それ皆さん全員集合なんていうのも、ね、叶ったら嬉しいななんて思います。いやでも本当にあっという間でしたね。僕まだね全然話してないことあるんですよ。よく振ってくださいの話とか、まあ、このラジオでもしましたけど ATM の話とかいっぱいあるんでね。いやそんなことよりちょっと来週の告知をちゃんとしないと、来週のラジペディアのお知らせです。畑本博さん担当、来週月曜日のテーマはいい大人ってどんなだろう、家入レオさん担当、火曜日のテーマは本気ってどうやって出すの、ジュジュさん担当、水曜日のテーマはどこまでオス化するの、オス化ね、男オス化するの、そして来週のハマペディアのテーマはこちら、本音言えてますか、なかなかこれもねいいテーマですけどもね、これポーターはちゃんまい、またこのちゃんまいもまたね長いポーターのこのサイクルの中で突如現れたこう危険人物ですからね、ちゃんまいも、ツイッターでこう皆さんからのこうまたちゃんまい見たいと聞きたいという、声にお答えして、なんとこの短いスパンでまたちゃんまいがポーターに来てくれますね。前回本当にちゃんまいが来て僕タジタジだったんでね、次は頑張って立ち向かおうと思ってますけど、楽しみですね来週もね。そうそう、さっき今ツイッターでも来てたけど、激励を月光って読んだね浜くんですね。僕もうダメなんですよ、僕頭の悪さが出るから本当にハチさんが一番僕のことを分かってて、ハチさんがくれるメールにはすごいルビーが振ってあるんだこれは読めるよっていうのも振ってあるんですけど、まあ、優しさですよね。たまにお時間ですとか時間とか振ってあるんで、これは読めるよみたいな、すいませんね、ちょっとねラジオのナビゲーターだからそれはしっかりしないといけないですね、すいませんね。だから来週本音言えてますか、ぶっちゃけちょっとね今日のそのまあ怒りのテーマなんかにもちょっとだけ通ずるものもあるかもな、話によってはね。なんか今日でもすごい、なんて言うんだろう、今日本当にぐっすり眠れそう、ものすごい泳いだ後に近い今なんかこううわーっとこう水泳した後ってぐっすり眠れるじゃないですか、その感じに近いな。いや本当にマスオさん楽しかったです、ありがとうございました、わざわざこんな遅い時間までということでですね、 J部この後2時からはキートーク、元気いっぱいキートークがナビゲートのキングスプレイスです。キートーク選曲すごい素敵ですよね、僕終わった後いつも聞いてるんですけどすごい素敵です。この後も J部でお楽しみください。 J部ラジペディア、そろそろお別れの時間になりました。ここまでのお相手は岡本図の浜岡本でした。さようなら。